ごめんね。人気アニメを使って毒を救って気にしないで。どうもこんにちは、日本毒研究家マーティンです。よろしくお願いします、マーティン。今は日本で、鬼滅の刃というのアニメがとっても流行っている、ね、それから、まあ、日本との世界にもあの影響があったんですけど、でも私も竈門炭治郎のこしらえが欲しいかなと思っているんですけど、それから今回はね、僕の模擬刀、私の実際居合用の模擬刀が、なんか炭治郎風のこしらえ作りたいと思います。これが炭治郎風のおもちゃですよね。これが私の実際使っているの模擬刀、居合用傾向には。違いはね、これは目抜きなしでしょうね。これは目抜きです。これは目抜きですよね。ね、まあ、滑り止めと言われているけど、でも流派によって場所は違うしとか、と、たまに歴史的に、たまにないんですけどね。炭治郎さんみたいで、ね、もう一つ違いは、ね、これがあります。これ、繰り方というのも、作業に結ぶものです。ね、炭治郎のこしらえなしで。もちろん、実際使うものはちょっと違うだけどね。それから、こういうも、まあ、おもちゃだけど、こういうものは、こういう風になりますね。これ、頭。これは、フチですよね。これは、スバ。ね、無抜きが入れないから、ね、無釘もあるんですけどね。それから、まあ、繰り方があるから、しょうがない。実際使うときはね。いやよとか。ね、それからこれが作業ですよね。私、よくあるものですけど、私の場合はないです。だけど、でもこれは小尻です。ね、私の刀は、私の模擬刀はないんですけど、ね。それからこれが作りたいです。ね。まあ、稽古に似ていると思いますけどね。それから、変わりやすいかなと思って、それできれば、炭治郎のスープを作って、と、フチカシラも作ります。あと、小尻できれば。ね。うん。それから、これを作りたいと思います。まあ、いろんな職人しているから、その人たち依頼して、まずは、スバ。でしょうね、スバ。ね、作りたいと思います。それが、金庫。名人金庫。泉幸四郎先生の工房に行こうと思います。はい。ぜひ、ご覧ください。先生、どうも、こんにちは。ね、最近は、鬼滅の刃というの、はい、アニメに、ね、ハマっている。ご存知ですか？はい。ね、そのカラーの一つは、竈門炭治郎というの方が、ね、彼のこしらえ、再現作りたいだけどね、こういうスーパー、頭とか、フチもあるんですけど、でもこういうスーパー作りたいですけど、はい、それこの授業で体験してよろしいですか？はい、はい、どうぞどうぞ、はい、作ってください。はい、ありがとうございます。それから、ね、まあ、いろんな形があるんですけど、ね、でも、まあ、絵によって違うし、でも、まあ、こういう。どっちかというと、こう、車づかしい、ね、はい、ね、車高の、そうそうそう。それから、こういう、まあ、まずは、模擬刀のこしらえには試しとして作って、その後、真剣のこしらえ作ろうかなと思ってます。真剣も。はい、それから、まあ、実践の、刀のこしらえ作りたいと思います。はい、ね、もちろんこれはね、アニメですけど、
繰り方がないし、糸を目抜きがないし、うん、ね、それからまあでも、幅きはたんですよね。ね、まあ目抜きにいけない場合もあるんでしょうね、うんうんうん、歴史的に、ね、はい。それから、まあ、もしかしたら、一般人もこの授業に参加したいなれば、あ、それはどうぞ、うん、ね、いつも居合旅館とか近日か、まあ鬼滅の刃のファンとか、うんうん、自分のスーパー体験スクール体験したいなれば、ここで参加できますか。はい、参加できますね。毎月はいくらですか。月ね、4回で1万5000円かな、月謝は、うん、はい、で12時から6時までの時間だよな、はいはい、うん、はい。それからどうやって連絡する、先生とか。ね、まあ、Facebook ページで Facebook か、うん、直接電話か、うんうん、はい、わかりました。まあまあ、動画の中でそういう情報を書きます。はい、はい、はい。それから今週の日曜日から始まってよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、材料はどうしますか。材料は申し込んでこういうものを作りたいって時にはこちらで用意しておきます。はい、鉄とか、うん、まあ、はい、黒みどとか、まあ、使う材料、はい、ね、うん、はい。それから鉄はいくらですか。鉄はいくら、これ500、あ、鉄は500円ぐらい、うん、はい、うん。それから尺度は。尺度はね、高い。やっぱり金が入ってるから、うん、8センチ角ぐらいで9万ぐらいですね。うん、そうなんだ、うん、4ミリの厚さで、はい、うん。それから例えば玉鋼は、うん、玉鋼の場合は、うん、刀匠に鍛えてもらうと大体8センチから、うん、5ミリぐらいの厚さで、うん、大体3万から4万、玉鋼の何つうの、折り返し鍛錬のはやっぱり高いです、うん、はい、うん。それからまあ尺度高いから、うん、黒みどを使うとか、ね、黒みど、はい、うん、あれは4000ぐらいじゃなかったから、うん、はい、わかりました、はい、材料としては、うん、はい、はい、わかりました。それから今週の日曜日、はい、はい、授業は毎週の日曜日と火曜日です。はい、わかりました、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
中で押してグッとグッとグッと押して、それで締める。こういう感じ。それで今穴に通すから開発します。もっとこうなんで、だからこうじゃなくて、こもっとあの小指をもう下に、この下に、はい、グッと、そう、こうだとね、はい、上下やりやすい、はい、そうそうそう、まあ、まあ、マンウェイスターとかやって、うん、そう、それで上下上下上下、はい、推進。Thank you so much for watching this video. If you liked it, please click on the like button and then on the subscribe button, but also click on the notifications button to make sure that you get future videos in your feed. Thank you so much for watching, and I'll see you next time.